悪い情報を拡散するのはやめてください。はい、こんにちは。マルチンカムサラリーマンの八野誠でございます。今回の動画では GCG アジアの、上の方からね、インドネシアの上の方から出ている、通知文を紹介したいと思います。で、こちらなんですけれども、18日、9月18日に、通知されたものです。 GCG 運営陣はインドネシアの状況がますます否定的になっているというニュースを聞いたと。そして参加した多くの関係者、GCG メンバーではないが問題を悪化させたことが判明しましたと。GCG 詐欺に関する誤った情報を広める、 GCG という名前を使用して別のプラットフォームを提供する、弁護士と南手数料の併用の申し出、ちょっとね、変換がよくわかんないですね。コミュニティとして警察に報告することを申している。メンバーがお互いを疑うようにメンバーを分割すると。これはすべてインドネシア国外の指導者とのレイオングの話し合いのトピックスになりました。そしてレイオングは、インドネシアの売上高が他の国と比べても最も小さいにもかかわらず、今でもインドネシアの人々への約束を達成しようとしたので非常に怒っています。これは他国の指導者からのメッセージです。言及しませんでした。ネガティブをやめ、間違ったことをしないでください。経営者に不快感を与え、インドネシアを離れないでください。各テレグラムグループには管理者がいます。注意してください。経営陣は好転する可能性があり、インドネシアの世話をしたくありませんと。ちょっと最後の方ね、翻訳がよくわからないんですけれども、まあですね、かなりインドネシアはなんかそういうね、妨害工作って言ってますかね、GCG アジアの会社の方はよくね、妨害工作っていう表現を使ってたと思うんですけれども、なんか、インドネシア、お国柄なんですかね、なんかこういうね、なんか、妨害が多いらしいです。その2番目の GCG という名前を使って別のプラットフォームを提供したりとか、なんか中国とかね、多そうな感じですけれども、はい。でですね、まあ要はですね、悪い噂をね、やめてくださいと。んで、多分これか、ね、上の方にも書いてありますけれども、 GCG メンバーではないって言ってるので、メンバーに対してこれを通知してもね、ちょっとあまり意味はないのかなと思うんですけれども、ね、でちょっとね、このレイヨングっていう人なんですけど、これ多分ですね、ダトさんがトップにいて、でダトさんがいなくなって、今2人ね、レイヨングっていう人と、もう1人、ちょっと名前、エルビンでしたかね、エルビンっていう人が、そのダトさんの代わりの仕事をしている。だから今、そのトップ2の人がね、まあ、いろいろ GCG 切り盛りしてるらしいですと。で、そのレイヨングさんに対して、まあ、各国のね、リーダーが、まあ、インドネシア売上低いのに、インドネシアの人々へのその出金を多分、そうですね、約束を達成しようっていうのは多分出金の話だと思います。ね、出金をしているっていうことについて怒ってるということでですね、まあ、ね、うちは揉めっていうかですね、まあやっぱそうですよね、売上が低いのになんでそこに注力するんだみたいな、クレームも出ているみたいですと。ね。で、インドネシア、ちょっとね、ニュースでは、ニュースって言ってもあれか、情報源としてはネットのニュースなんですけれども、ネットのニュースの中では、インドネシアのね、当局が GCG アジアに対しての捜査をしているということで、まあ、どこまでが真実かわからないですけれども、多分そういったね、調査をしているところに対して、まあ、要は垂れ込みですね。垂れ込みをすることで、まあ、またね、GCG アジアにこう迷惑をかけるっていうか、まあ、妨害工作になるということを言ってるんだと思います。やっぱりね、と、メンバーの中にもやっぱり出勤が遅くて、かなりね、不信感を抱いてる人っていうのも少なからずゼロではないと思うので、
そういうことが起きてるんだろうなというふうに思います。まあ日本だとね、ちゃんと出勤できてるみたいなので、まあ、日本人の人にとっては関係ない話かもしれないですけれども、まあ、結構ね、中国とかインドネシアとかはかなり出勤問題、ごたごたしているようです。はい。でですね、まあ、これに、関してではないんですけれども、ちょっとね、テレグラムで面白いコメントを見つけたので、最後に共有したいと思います。で、こちらがですね、GCG アジアの、ね、投資家たちが、投稿しているテレグラムのチャットなんですけれども、その中でですね、投資家のある一人の方がこんなことを言ってますと、ね。否定的なニュースを広めるのをやめましょうと。私たちの残りは、まだ他の新しい投資家と話をする必要があるので、私たちは彼らのお金を使ってあなたのそれぞれをランダムに支払うことができますと、ね、いうことで、新しい投資家が増えて、で彼らのおかげで、まあ、私たちの、ね、支払いが行われますということを言ってますと。ね、この投資家は、まあ、どういう思いでこういうことを言ってるのかわからないですけれども、まあね、こういう考え方もあるということで、はい、これを読んで皆さんどう思うかですけれどもね。はい、ということでですね、今回は、GCG アジアのインドネシアでね、まあ、悪い噂が広まることで、まあ、会社が悪くならないようにということで情報が流れています。八野誠の LINE アットではマルチインカムのために現役サラリーマンの私が実践している投資や副業について紹介しています。ご興味のある方はぜひご登録よろしくお願いします。